そういうことではなくてっていうのもそうですね、まあ、もう1人に B のクラスと AB って、もう近しいし、ここは同じだよ。そうかね、うん、あの人は B っていうけど、この人は AB とかもあるしね。そうそうです、ここはそれでいいじゃないですか。そうそうです、ね、もうこれぐらい焼けてたら B だよっていうね。はい、うん、もう B の下がないな。 C になってくるともう真っ黒ですね。ずっと本当長いことオークションやると思うけど、このぐらいに黒ずんだのって、まあ、たくさん出てくるんだけど、その後誰が買おうかなってよく思うね。まあ、やけど売れていくもんね。でも私も不思議じゃないじゃん。まだまだマシよ、これ。もっともフランパセみたいですね。こんなだけだね、ここね。B の下って、V って感じですかね。うわーって感じたら、B の下かって、そういうふうに思う。まあ、BC ランクもう捨てたらええやんっていう。捨てたら、捨てた方がいいんじゃないみたいな。お金になるけど、もっと捨てたら、こんな感じですかね。まあでもね、ただ相場だけで言うと別に D ランクは捨てられないから、D ランクだったら1万円つくからね。まあだからその辺はね、私自分の着物好きやけん、もう値段がつかんといてもなんとかあの工夫してなんとかしたいなと思うけど、やっぱこうリターン好きがおるってのね、バイヤーさんの中にね、多分ね。好きじゃないとあんなの買えねえよ。好きなんやね、あの人たちは多分思う。なんか好きなんや、きっとそれぐらいの時にこの業界に入ってきたみたいな人たち好きなんやね、多分ね。理屈じゃないとかもしれない、分からんけど。で本当にそうですね、うん、BC ランクが4万ぐらいで大体止まる、まあ、最近ちょっと4、6ぐらいまで上がり始めたけど、まあ、とはいえやっぱこうこの辺で止まる倍ぐらい違うんですね。倍ぐらい、ここで多分一つの境目がありますよというのはね、ちょっと皆さんに理解してもらってなと思います。昔の方が神経とらがらかしとったかな、自分のことで小売り専務。うち、こう私たちがあまりにもあれの場合、お客様からあのなんかあれして交換に行ったりしたこともあったよ。あまりにもそのリベットが来たらもうこんな傷ついてとったらさ。うん、
これプレゼントでもらったんですけど、ちょっともしかないですけど、あの交換してもらえませんかって思ってたことが、これ、ね、単純に昔の話、20年くらい前です。2% か 3% しか利益がなかった頃、これ横にした方が大きく出るんじゃない？まあ、そんなことない。このモデルって絶対ちょっと壊れてるよねっていうのが結構決まってるんですよ。なあ。もうとにかくこれがもう米納豆のって厳しいよね。パイピングでどうか分かる。パイピング。あのこれが取れとうことよりもさ、もうこれがなもうね弱くなった方が怖いよね。あっちのビス自体はそんなあのあれと治療費とか直してもらうのお金からに、昔は800円にしてくれるんだけどね、今はもう一つあるのかな。もう B とか C、これが例えば B だったとしようが C だったとしようが、その C の価格からさらに安くなるということをチェックしないといけない。だってバックやけど ね、下げられようなんてね、ハンドルがダメっていうのは、中に大きなシミがあるけど、このシミそんなに気にならんっていう人の場合は、ほら一番の場合安いやない、そっちだったらあれやな、売りやすいっちゃうけどね、でまあ